このことがウソップに8000人の部下ができるということになるのではないだろうか。1111話でのルフィがアラバスタ編に登場したミスター4と完全にリンクしている。あの扉への悪魔の目を食べた兵器、古代兵器ウラヌスだったりしたら最高なんですけどね。おお、なるほどね。バケットでしょうぞ。考察会トップを取るだけです。よろしくお願いします。ワンピース1111話発売日。今回はゾロ目でございます。なんか1111はゾロ目だからなんかねゾロが活躍するのかなとか。ゾロ目が開眼するとか言ってたやついるだろうどうせな。ちょっとなんかね僕も期待してたんですけど全然関係なかったですね。わかりやすく面白い考察作りましたので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。目次発表します。1111話ヒダルト・ルッチ伝説の鉄の巨人、以上の目次で発表したいと思います。1111話はこの説明からしたいと思います。ついに1111話のラストで伝説の鉄の巨人が動き出しましたねと。やっぱ喋ったと。次回からは間違いなく伝説の鉄の巨人がエッグヘッドの展開を握るキーマンとなってくるでしょうと、うん、今回の考察ではそんな伝説の鉄の巨人にも触れようと思ってるので楽しみにしててください。さて今回僕は1111話のどのシーンに注目したのか、それがこちら。おい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 、ニカってそんな力もあるんだっていうね、何でもありかっていう。このシーンはルフィがバットとヘルメットを作り出し野球選手のようになり、サタン星が飛ばしてきた毒の球を打ち返した。その結果打球が爆発するという一連の流れだったんですね。バットで打った打球が爆発、うん、皆さんこのシーンどっかで見覚えないですかね。ドンドン、やばくないですかこれ。あー確かに言われてみりゃだな。これはアラバスタ編に登場したミスター4による攻撃のシーン。ミスター4は犬犬の実モデルダックスフントを食べた銃、拳銃ラッスーを所持しており、そのラッスーが打ち出す野球ボールの形をした爆弾をミスター4自身が敵めがけてバットで打つという攻撃をするんですよ。うんうんうん、バットで打った打球が爆発するんです。まるで1111話のルフィってこのミスター4のようですよね。いやマジでそうだね。皆さんいいですか、この話数は1111話、すべての位を足すと4、ミスター4になるんですよ。まあまあまあ確かに確かにそうなんですよね。これもなんか意味してたら小田先生やってんな、面白いなって思いますね。そういえば先週の1110話ではこんなシーンもありましたね。ビター星であるサンドワームが地中に潜るというシーン、その後このようにルフィの下から出てきましたと。アラバスタ編でミスター4が登場した時もう一人こんな人物が登場してましたよね。これなんですよ。モグモグの実の能力により地中を潜る出るが自由自在にできるモグラ人間、ミスメリークリスマス。はいはいはい、この能力地中に潜り出てきたサンドワームっぽいような気もしますよね。まあ確かに近々でこれが出てきてるのが気になっちゃうね。なんかエッグヘッドとアラバスタにただならぬ関係性を感じ始めたと思いますね、うん、実は僕は過去の動画考察でもアラバスタ編とエッグヘッドはリンクしているんではないかという考えをしました。詳しいことはこちらの動画で話していたりするので、見てほしいんですけど、先週月曜日の1110話考察では名前にアラバスタを連想させる砂漠の英語サンドといったサンドワームに×印があり、それとアラバスタ編での仲間の印の×印、ここがリンクしているんじゃないかっていう話もしているんですよ。まあこれ綺麗です。他にも言うとミホークのセラフィム、 S ホークはミスター1の能力を使っていたり、エッグヘッドに合わせたカタリーナ・デボンはミスター2ボンクレーに似た変身能力を持っていたり、まあ確かにね、なんか数多くアラバスタ編とのリンクがエッグヘッドでは描かれてるんですよ。言われてみればそうだ。これを踏まえた上で今回もですよ、1111話でのルフィがアラバスタ編に登場したミスター4と完全にリンクしている、うん、これはさすがにね何かしら小田先生の意図を隠されていると言っても良さそうですよね。まあちょっと近すぎるよね。なので僕は今回このリンクしているミスター4が登場した回を改めて読み直しました。なんとその中で今後のエッグヘッドの展開につながってきそうな伏線と考えられるものを2つ見つけました。おお、その2つを今回紹介しますからね。ヒザルト・ルッチ、この説明をしたいと思います。1つ目、ミスター4登場回でのウソップのある発言ですね。ウソップの嘘は現実になるという話は有名だと思います。
うん、例えば海賊が攻めてきたぞという嘘をついていたのだが、後に黒猫海賊団が本当に攻めてきて現実となったり、巨大な金魚の糞を大陸だと思って上陸したという嘘をついてましたが、リトルガーデンで名もない島という巨大金魚の糞が登場した。他にも小人の国の嘘の話をした後、小人の国トンタッタ王国が登場したり、イソップの嘘は現実になるという前例が数多くあるんですよ。それを踏まえて、うん、ウソップのある発言を聞いてほしい。8000人の部下がいる。これですね。はいはいはい。これも話した当時は当然嘘。ということは現実になる可能性があるということなんですよ。うんうん、1111話でミスター4のリンクが描かれた今、同じミスター4登場回でウソップがついた嘘もエッグヘッドで現実になる可能性が考えられるんじゃないですかね。なるほど、確かに嘘が現実になるみたいな話がそもそもあるからね。そうなんですよ。ではどのようにと思うはずです。実は1111話である人物たちが仲間になる可能性が考えられるシーンあるんですよ。まず一つはこちら。司令室にはまだ重傷の相棒がいるはず。どうか命は難しいな。虫など踏もうとして踏むものではない。これなんですよね。意外なルッチの一面が垣間見えましたよ。なんかちょっと嬉しかったね。ルッチは核の命だけは見逃してほしいと伝えたが、それは守られそうにない返答。ここでルッチは変わらず五老星の命令に従うか、核を守る選択をし五老星と敵対するかもしれないという選択を取るか、まあ揺れ動くことでしょうと。確かに。この心情と同じような事態に陥っている人物がもう一人います。それがこちら。キザルさん、傷を見せてください。手当てを。傷ならある、深い傷が。もう休ませてくれ。この傷とは間違いなく心の傷でしょうね。でしょうね。任務遂行のためといえ、ベガパンクを傷つけ、クマヤボニー戦闘丸までも傷つけた。キザルもさすがに考えることでしょう。ここまでして五老星の命令に従う理由は何なのかと。エッグヘッドの現場では海軍たちのトップの立ち位置は大将キザル。 CP0 では指揮を取っていたルッチがリーダー的な立ち位置でしょうと。その二人が五老星の命令と仲間の間で心が揺れ動いている。そんな中、あと6分でベガパンクによる重大な発言が世界に流れようとしている。おお、すごいタイミングじゃないですか。確かにね、なんかやりすぎなぐらいのタイミングな感じですね。このタイミングで明かされることが空白の100年のこと、すなわち五老星が意地になってでも止めようとしている自分たちのタブーのことだとするならば、それがもし明かされた時、五老星への海軍や一般市民からの信用は地に落ちるも同然だと。その時ルッチとキザルはいよいよもう五老星の命令に従う道理はなくなるわけじゃないですか。もう仲間のために動いていいんですよ、二人とも。さらにそれに従ってきた他の海軍やサイファーポールたちはどうだろう。本当の悪は五老星たち天竜人だったと知った時、海軍であるならば、正義のねものを背中に背負ってるならば、本当の正義を選ぶと信じたいですよね。ああ、確かに。てか悪だってなった場合だよね。そう、確かにもう五老星に従っとく理由はないよね、あの人たち。少し飛躍した部分もあるかもしれませんが、ウソップの嘘が現実になるとするならば、エッグヘッドで五老星たちの悪事が暴かれ、ルフィら麦わらの一味を先頭に海軍たちも仲間になる。いわばこのことがウソップに8000人の部下ができるということになるのではないだろうか。このように考えられるんですよ。なるほどね。誇り高き戦士みたいなのがね。そうだね。エルフの人たちの前で見せれると思うよ、そこね。これが一つ目ですね。うん、はい、なるほど。二つ目に参りましょう。伝説の鉄の巨人、この説明をしたいと思います。リンクしているミスター4が登場した回で、今後のエッグヘッドの展開につながってきそうな伏線と考えられるものの、もう一つはその回で描かれていた扉絵ですね。あら、まずこちらを見てください。僕の考察をよく見ている方なら、ピピッときたんじゃないですかね。この扉絵もミスター4が登場する回のものなんですよ。おー、そうなんだ。この扉絵についてはおそらく考察者で、僕しか見つけてないヤバすぎる考察でたびたび話しているものなので、今回は簡潔に話させてください。古代兵器とは人魚のポセイド、軍艦のプルト、そしてまだ何も分かっていないウラヌスの3つ。そのことを踏まえて、先ほどの扉絵
体を見てもらうと、人魚や大砲、怒り、打輪、これは戦艦のことですね、うん、2つの古代兵器の特徴がまんま描かれています。おー、素晴らしい。その中央には謎の悪魔の実、これがウラヌスなんじゃないかと僕は考察しているんです。これは素晴らしいですね。そんな扉絵が1111話でルフィと見事にリンクしたミスター4登場回のものなんですよ。1111話でついに動き出した伝説の鉄の巨人、これが実はウラヌスの正体とかだったらさらに衝撃的だし面白いんじゃないですか。繋がってきたのね。ウラヌスってその名前から空に関係しているんじゃないかなんて考察をよく目にしますよね。なんか神の名前が空の神みたいなやつでね。そうそう、伝説の鉄の巨人をモデルにベガパンクが作ったベガフォースワンは飛行可能ということは、伝説の鉄の巨人は当時空を飛んでいた可能性が非常に高い、ミスター4の武器ラッス、ラッスって銃が悪魔の実を食べて生まれた存在なんですよ、うん、このことになぞらえて、もしこの伝説の鉄の巨人があの扉への悪魔の実を食べた兵器、古代兵器ウラヌスだったりしたら最高なんですけどね。おお、なるほどね。うん、800年か900年前の科学技術でできたんだよみたいなベガバンク言ってたじゃん。言ってたね。ってことはもう古代の兵器じゃん、そもそもあれあいつの名前がウラヌスとかってことだよね。ああ、名前がってことね。お前名前なんつんだってルフィが言った。ウラヌスだぇ、なんで電流なんだよ、やだな、敵じゃんじゃん敵じゃんお前、わかんねえだろ、ふざけんなよ最後にこの考察の中心となったミスター4のこれ、これ見てくださいね、うん、あーよーく見ると真ん中太陽にも見えません、ね、まあ確かになんかねさらにミスター4の好物はピザで、現在ピザ屋として働いてるらしいんですよ。トイヤボニーってピザが好物、なんかミスター4って意外とバカにできないんじゃないですかって思いますよね。ボニーっつったらまあ太陽だよな、あのクマとかの関係もあって。野田先生って好物で伏線として関係性に合わすとかあるじゃないですか、うん、ドフラミンゴとシャンクスは同じロブスターが、好物だから同じ天竜人なんじゃないかって匂わせるとか、天竜人もロブスターを欲しててみたいなね。だから意外とこのミスター4バカにできないんですよ。ということで、この動画がいいと思いましたら、いいと意味合いも込めて、ごちそうさまですをコメント欄で書いていただいております。皆さん使ってください。よろしくお願いします。それではチャンネル登録、SNS ファンをお待ちしてから嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ！